皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。本日はチューダーブラックベイマスタークロノメーターの実機レビューをお送りしていきます。チューダーはロレックスの兄弟ブランドとして1926年に誕生。もともとはロレックスの外装パーツをそのまま使用して時計作りを行っていましたが、現在は独自のポジションを確立。ロレックスとは異なるチャレンジを続け、多くのヒットモデルを生み出しています。今回ご紹介するブラックベイは2012年に発売されたブランドの代表作、その最新リニューアルバージョンがこちらです。登場から3回のモデルチェンジがなされながらも、基本デザインは初代からほとんど変わることなく継承。さらなる品質向上を求めブラッシュアップされた最新のブラックベイ、ぜひ最後までゆっくりとお楽しみください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンターに時・分秒の三振、日付表示を持たないシンプルなダイバーズウォッチ、防水性能は ISO 準拠の 200m です。搭載される機械はキャリバー MT5602U。 ロレックス傘下のムーブメントメーカーケニッシー社との協力体制にて、ルロックルの自社新工場で製造される自動巻きムーブメントマスタークロノメーター認証品です。マスタークロノメーターというのはスイスの認定機関 COSC とメタスの2つのテストをクリアした機械にのみ与えられる称号で、1万5000ガウスもの超高対時性能を持つことが大きな特徴です。これまでオメガの時計がほぼ一強状態だったんですが、ついにチューダーがその域に踏み込んだということで大きな話題になりました。組み立て後の精度も日差0秒から5秒と非常に正確、パワーリザーブも70時間あり、日常使用以上のハイスペックモデルになっています。続いて外装デザインです。ケースはステンレスチール製、サイズは 41mm×13.6mm 厚、ラグ幅は 21mm。 ミドルケースが厚くどっしりとした作りは前作に同様ですが、前作よりも全体で 0.8 ミリほど薄くリサイズされています。リューズにはチューダーの旧ロゴであるバラの紋章が、ケースバッグには現チューダーのロゴである縦の紋章がそれぞれ刻まれています。ベゼルはステンレスチール製の土台にアルマイト加工のディスクを乗せた構造、ポリッシュ加工のギザギザ部分とマットな質感のレッドカラーとのコントラストがかっこいい。ブレスレットは5連コマのステンレスチール製、21ミリ幅のラグから16ミリ幅のバックルの部分にかけて丁寧に絞り込まれたテーパード仕様。ダイバーズウォッチらしからぬドレッシーな雰囲気が面白い。コマ裏面の仕上げ、細く面取りされており、着用感に配慮されている点も素晴らしい。バックルはダブルロックのフォールディングバックルです。そしてフェイス面、文字盤カラーはサテン仕上げのブラック、ゴールドのミリッツトラックとテキスト、そして金縁のインデックス、および特徴的なスノーフレーク型の針で非常に高い視認性を確保、かつ赤いベゼルとドーム風防との組み合わせでヴィンテージライクに仕上げられていることもポイントです。文字盤内にはマスタークロノメーターの文字が、2つの異なる温度差、6つの姿勢差、2つの異なるパワーリザーブ残量状態、そして1万5000ガウス工事場環境下での動作確認精度テストを合格した精鋭の証。そして恒例リストショットです。手首周り 16.5cm、 幅 5.4cm の場合、前作より厚みが抑えられたのがいいですね。裏蓋がフラットな形状なので腕に当たる面積が多く、そこにゴレンブレスのクタッと感が相まって着用感は良好です。性能面、デザイン面ともに知れば知るほど良さがわかる腕時計。本当に良い高級実用時計ってまさにこういうやつなんだろうなと素直に思わせてくれる力がありますね。表面の仕上げにおいても、明るいところで見ても暗いところで見てもごく自然に高級感が伝わってくるのがすごい。同じ5連コマのブレスレットでも兄貴分のロレックスジュビリーほどのキラキラ感はないので、悪目立ちを恐れて使用心が減るということにもなりにくいかと思います。非常にチューダーらしいというか、普段使いのツールウォッチという枠の中で作られていることがよくわかりますね。以上、本日はチューダーブラックベイマスタークロノメーターのご紹介でした。こちら現行モデルなので現在も正規新品での購入が可能です。価格はこの動画撮影時のもので575,300円、探せばもう中古市場にも出回っているかと思います。気になった方ぜひ実機を手に取ってみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。